ハサン・アル・バンナハサン・アル・バンナは、エジプトの教育者、イマーム、そして20世紀最大のスンナ派のイスラム、復興運動組織、ムスリム同胞団の創設者。バンナーは1906年、カイロ北方のブハイラ県のマホムリアで生まれた。バンナーの父親は、地元のイマームでありマスジドのマドラサでハンバル派の、教師をしていた。またムスリムの伝統に関しての著述を行う一方、 腕時計や蓄音機を修理する店を経営していた。生活は豊かとは言えず、一家は1924年にカイロに移った。バンナーは12歳でスーフィズムの教団に出入りするようになり、1919年、イギリスの支配に対する繁栄独立運動が巻き上がるとバンナーもそれに参加した。バンナーが、 イスラームのために放出するムスリムの同胞たちとして、ムスリム同胞団を立ち上げたのは1928年3月とされる。当初はバンナー自身が加入していたような当時他に、数多く誕生していた事前活動や信仰のための小さな集まりと変わらなかった。しかし急速に広まり、1932年にカイロに本部を移すと会員が50万人を数えるまでになった。 エジプト以外にも支持者は広がった。ムスリム同胞団の運動は1940年代に流盛したが、バンナーの卓越した組織力に追うところが大きい。例えば、バンナーの出身地にほど近いイスマイリアではバンナーはカフェの中でも説教を行った。またバンナーは人々に受け入れやすいようにその主張を修正していった。一方で、スエズ運河会社の外国人社員やイギリス兵士、 などから、あからさまな敵視を受けた。バンナーは、憲法の制定や草の根の,の運動を通じて、エジプト社会に変革を起こそうと試みた。その際、エジプトの既存の社会を破壊することではなく、農民や労働者の中にある価値観を活かそうとしたのが、同胞団の成功の理由とされる。同胞団は、数多くのいい意味や学校を設立した。1948年から1949年に、 かけて、ムスリム同胞団は、パレスチナ戦争に義勇兵を送った。この頃、同胞団とエジプト王国の立憲君主政体の間の構想が激化する。同胞団への人々の人気、支持が上がるにつれて、同胞団がクーデターを格索しているとの噂が広まった。1948年12月、同胞団は、首相のヌクラーシーパー社によって、 解散を命じられ同胞団の資産は押収された。同胞団のメンバーが数十人と投獄された。同月28日、ヌクラーシーパシャは同胞団のメンバーによって暗殺された。バンナーは直ちに、テロはイスラムの教えに背く行為だと暗殺行為を非難する。しかし翌年の2月12日、バンナーは議定と共にカイロで暗殺された。 政府側の人物との交渉が設定され、バンナーは、議定と共に出かけたが、相手が現れず帰宅しようとタクシーを待っているところを、二人組の男に射殺されたのだった。マッテイは、思想家、著作家のガマール・アル・バンナ。オックスフォード大学のイスラム神学者で、作家、テレビパーソナリティのターリク・ラマダームは、バンナーの孫である。ありがとうございます。